やべえ、ここ。やべえぞ。すごい景色いいぞ。うわ、ちょっと。これはいいぞ。ちょっと待って、写真撮るぞ、これは。これはいいぞ。ああ、そうっすね。これちょっと中着る。あ、寒い？寒い。珍しいね。風邪ひいてんじゃないの？だってこれから山でしょ。いけたね、雲。見事に。おお、いい景色だ。右に妙義山が見えますよ。ギザギザが。ギザギザが。うわそら。本当にあの変な形だよね、妙義はね。ね、いいよね。ギザで。で、ま、真横が春菜でしょ、あれ、多分。妙義は絶対だって、ここから見ると上がれるとこあるとは思えないよ。あ、これ富士？左。見た富士だね、みんなね。富士って何？これさ。藤ってさ、巻きついてんの木に。そうだよ、藤ってあの木を殺すんだよ、やあの宿り木で。そうだよね、で、その巻きつかれた木も一応共存してんだね。だから藤原家なんじゃない。あ、なるほどね。天皇家に巻きついて一緒に映画を起こるからって言ってんじゃないですか。本当にそういう意味で藤原ってつけたのかな。一応天智天皇が死ぬときにお前は藤原なの、藤原っていうね、中富の鎌足りだっけか。鎌足りが藤原の鎌足り。藤原の鎌足、中富の鎌足りは名乗ってないんでね。不人からだよね。だからお前が名乗れって言われて、その息子からだよ。あれ、戸籍家全部藤原だからね。あの一条二条高塚さ、一条二条高塚さ、なんだっけな、あと二つが出てこねえ。九条一条二条九条高塚さ、もう一個あと、あれよ。宣伝の総理大臣。戦前の総理大臣、一条、あ、気持ち悪い、出てこない。一条、二条、九条、高塚さ、もう一個、なんだっけ。出てこねー。高塚さんまで出たもんね。高塚さんまで出てきたんだよ。もう一個、数は1と2と9なんだよな。で、高塚さんともう一個名前。小石家。白戸じゃなくて。ああ、これ出てきたらスッキリするんだけどな。なんだろう。近衛。え？あ、近衛。やった。近衛だよ、近衛。次降りますよ。はいはい。だからそれがあの藤原ホッケだよ。どうし、ああホッケね。ホッケだ、そうだよね。ホッケだよね、残ったんだね。だからこの家なんてあの総理大臣でしょ。だからこの家なんだっけ。海丸じゃねえや。今日はどっちに行くの。今日は右行きます。T 字路。安中松井だ。はい。この間は左行ったから、この間左行きました。さっきの地図だと右だよね。そうだね、右だね。今日は妙義は行かないからね。もう桜散っちゃってるし。よいしょ。で、おそらく帰りは軽井沢から帰ってくるから、こっちから帰ってくるんだよね、今日。そうそう、この間右、この間右だね。あ、そうか、帰りに釜飯行っててもあんだね、そしたら。ああ、
荻野屋。荻野屋。うん。お腹の具合で荻野屋か。荻野屋か。ここまで来たら。わかんないけど。やっぱり明太パークは明太パークは別に多い人がいい別に群馬で明太パーク行かなくてもそうだ、今が何の入力もしてない方のそれがこうスムーズでいいですよね、うん、こうやってこうやったりさ、うん、結構こうやってこう入るよね、うんうんうん、俺誰俺、うん、あそうあじゃあ完全にリンアウトだね、うん、タイミングの取り方がって言っていいのかな、こう感じだよね、あそうかもしれない、これこう来て本当にこのまんま、あとね、リリーズをね、意識したいんだったら、うんうん、ニーグリップ。ニーグリップか。曲がってる時の強めのニーグリップ。あーニーグリップだけで曲がる。なるほど、なるほど、なるほど。あ、なるほどね。ああ、うん、はいはいはい。こう、あの、ステップ入力とか意識しない方がいいんだね。あそう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 。それが、うんうんうん、ウィーズかな。なるほどね。うん、このまま何もしないでしょ、うん、何もしない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 、あー、はいはいはい、これがリングイズ、はいはいはい、だから軽くこうニーグリップを強めに、あーだからコーナーが強くなればなるほどニーグリップが強めに、うん、それでお先どうぞ今、はいでしょ、ジュン、はい、あーはい、いいんじゃないですか、いいですか、いいじゃないですか、できてますか、全然動いてないですよ、上、あ、そう、うん、あー、いいんじゃないですか、おー、左がすごく良くなった、あ、ほんと余計なことしてない、そういえばさ、コンビニないね、ないね、ちょっと飲みたいでしょ、飲みたいね、うん、あれこれ絶対今日あれだよ、明日内もも筋肉痛だな、うん、いや、ならない方がおかしかったの俺、五十嵐君に揉まれいつもギャーってなるの、昔そういえば CB の時は内ももよく筋肉痛になってたよ、あー曲がんなかったから一生懸命やったの、うんうん、なってたなってた、 CB の時だから曲がるバイクになって目向けただけで曲がるから、基本がちょっと缶コーヒーじゃないよね、でも缶コーヒーぐらいしかないかもよ、うん、でもこれメイン、結構メインな通りじゃないですね、これはね、うん、直売所とかあるから、うん、そろそろあるような、そう、うん、コンビニいらっしゃいますよ、小栗光助之助の墓がありますよ、徳川の財宝金があるかも徳川埋蔵、埋蔵金、埋蔵金があるよ、小栗光助之助の寺、ああこの辺なんだよね、寺の墓石の後ろに暗号がそう、今のが今までの曲がり、今そうだね、リンアウトだったね、うん、分かった分かった分かった、今のが今ま、露骨に今までの曲がり方そうやって曲がってたの、いつも二度上げ峠に、もう二度上げ峠に向かってるよ、これ峠道だよ、もうナビで見ると、うん、ってこ目の前大山だもん、ってことはもうないよコンビニはだからあれで、あの観光費のよくあるじゃん、峠の観光費、うん、そうだね、そっか、そういうところはだいたい車1台2台止められるようになってる、うん、これここも紅葉したら綺麗だろうね、このこの山ね、山ね、あ、地層じゃない、あれ山桜か、真ん中に地層だよな、うん、あいい道だここ、
これはこういうクルーザー向けでしょ、この道ねえ。すごいね、人も来ないし、うん、人も車も何もないよ。やっぱりね、これさっきちょっと見た、あのネットで見たんですけどね、はい、なんだっけな、草刈電鉄っていう、昔さ、多分草津と軽井沢、はい、うん、電車通すときに、いわゆる貨物とか、なんかそういうなんか資材運ぶための電車らしいんだけど、うん、でここ山がきつくて、ぐるっと回すよりもスイッチバックさせた方が、その線路の距離が短くて済むんで、なるよね、うん、でそのスイッチバックを多用したんですって、うん、でそこの一番上がったところの駅の名前が二度上げ駅っていう駅だったんだって、うん、それがこの 8.5 キロって出たよ、二度上げ。あ、出た、あ、うん、それがこの二度上げ峠の由来みたいですね、うん、二度揚げって書いてあった。なるほど ね、美味しい唐揚げの作り方だねそうだね、うん、いいです。うわ、上がってきたぞ。上がったね、うん、これは二度揚げだわ、やっぱり。ああ、二度揚げしないと無理。二度揚げしなきゃ無理だわ、うん、おお、道が、ちょっと待って、ガタ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 。これはダメよ、これダメよ上がってるよ。上がってるし、うわー、すげえな真ん中走ってないで、アウト、イン、アウトっていう今までの走り方だから、うん、だからインに行かないから、アウトはアウト、アウト。北軽井沢、これちょっと上がってみます。あ、ちょっと待って、これは何だろうな、ちょっと待って、これここ二度上げ峠着きました。着いたの。この上は行かない方がいいのかな。これ違うと思いますね。違いますかね。でもそこになんか看板、北軽井沢。ちょっと俺だけちょっと上がってみるね、うん、何がある。ああ、もうここがただの行き止まりで、ちょっとここに地図があるぐらいでね、うん、でもちょっとここ危ないかも、バイクは。うん、行かない、うん、行かない方がいいかもしれない。俺上がっちゃったから写真だけ撮ろう、うん、やべえ、ここやべえぞ、すごい景色いいぞ。うわ、ちょっとこれは、これはいいぞ。ちょっと待って、写真撮るぞ、これはこれはいいぞ。俺こっち来たことない。俺も初めて来ました。二度揚げなんて知らないもん。昨日ね、ツイッターでフォローしてくれてる人がね、ここ走ってて写真撮ってたんですよ。これすごいよね。空気すげえや。すごいよね。ここはすごいわ。この看板も撮ってた。はい、絶景の浅間山でした。これね、上がってきたのはいいけど、降りるのが怖いんだよ。大丈夫かな、大丈夫か。さて、ここを降りなきゃいけない。いや、怖え怖え怖えぞ。下ズルズルしてんだよな、大丈夫かな。上がってきちゃったから降りなきゃいけないっていう。ふふふふふ、おおおおおお怖い。ああ、ちょっとダメだ、ちょっと止まれない止まれないインカムが繋がってない。 B リンク開始。始まった。ああ、来た来た来た。ああ、切れちゃってたね。ああ、こう繋がってたよ。繋がってた。あれ、うん、こっち音が入ってなかった。
いやー怖かったよ、やっぱ怖いわあのね、うん、セロとは違ういや怖え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 本当に、うん、やっぱもうその重さが違う、うん、全然違う。いやあのたった数メートルだけでもいやすごいね、うん、朝前は、うんでそれで行くんでしょ、三鴨。三鴨、いや、ちょっとあの5メーター進むのもあれだろう大丈夫かな。で、今みたいな砂砂利はダメだね、足が滑る。あ、でしょ、確かに。うん、ついた足が滑る。うん。それでこける、多分。それまずズルズルって行っちゃうね。うんうん、行っちゃう行っちゃう行っちゃう。あ、なんかこう、ちょっとこう、もう今長野に入ったのかな。まだ入ってないのこれ。長野、まあ、まだ入ってないか。うん、うん、入ったんじゃない。うん、違う、北軽は群馬だから。まだ群馬か、うん、この辺は、うん、なんか軽井沢感がしてきたんだけど、うん、いや北軽でああなんか軽井沢、さっき上から見た小屋みたいな、これこれか。うん、何だろう、ゴルフ場じゃないのかな。何だろうこれ、ゴルフクラブだ。ゴルフ場だ。ああ、やっぱゴルフ場だ。ああ、北軽井沢高原ゴルフクラブ。なんか高原来ましたね。うん、来ましたね。うん、高原ですね、ここは完璧に。いいですね。うん、軽井沢行けばコンビニあるんじゃないですか。さすがに。いや、軽井沢来たのにカフェに寄ろうとか。ああ。コンビニ、軽井沢来てコンビニあるかね。コンビニがいいっす、コンビニが。だって、バカ高くて。降りてきましたよ。はい、青缶左。はい。146号。あ、ローソンあった、セブンあった、どっち？ああ、どっちどっち、セブン、セブン、どっちどっち、じゃあ、セブン、セブン。どっちだっけ？ああ、先がセブン。並んで。うわあ、結構売ってんなぁ。どっち、じゃあ、奥から入ろうか。こっちから入ろうか。やっぱりあったんじゃないですか。ありましたね。どこ止める、どうしようかな、どうしようかな。そこ、その間、あ、この間、間止める。うん、いや、いいよいいよいいよ。なになに、何やっとんねん。よいしょ、うねってるな。いや、うねってるけど、本当ありがとう、金物屋さん。俺がどんだけ助かってるか。やっとコーヒー飲める、うん、もうね、大体で大丈夫になったもん。10時半。なんだろう、やっぱりうどん食ったからかな、腹減ってきたな。やっぱり減ってきた。腹さっきなんかカレーパンでも食いたいから腹減ってんだけど。明太パークも気になった。なんかその明太丼。さっき聞いてからさ、明太子と白いご飯が。じゃあ明太パーク行くか。いやもう、もう、頭削りようか。あそこの牧場も一回行ったな、あの車で。これはさっきあったキャンプ場もスイートグラスとかっていうキャンプ場も一回行ったことあるし。おお、浅間山がこんなに近くなりましたよ。
これこのまままっすぐ行って18号左に曲がるんで。そう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 。これこの間この左から来ちゃったからね。シルエットの滝の方からね。うん。おお真ん前。おおおおおお。やっぱりあそこだよ、煙出てるよ。煙かあれ。そうだね、雲じゃないね。うん、煙だね。軽井沢駅、旧軽井沢。はいはい。旧軽。ここですね。じゃあ左曲がって観光しますか。うん、旧軽か。美味しいパン買いますか、あの重いやつ。俺十分か今観光してるから軽井沢観光。軽井沢駅。さあ、自然に戻ってきましたよ。はい。街中から。旧薄井峠か。旧薄井峠。カーブ182あんだ。181。今日はニーグリップの練習。いや本当だわこれ。左ニーグリップの練習。いやこのぐらい道を受ければ練習になるよ。なるね。センター、センター、センター。逆に間ね、フロント使わないでリアで入れるぐらいの速度で流すとリリーグはスムーズかな。うん、うん、ほんと安定してるな、左コーナーかな。対岸することは多いですね。あー、センター入った。それとも俺、右はつくと思うんだよな。最高の練習じゃない？うん、グリップの。もうね、内ももが痛いんですけど。いや、ダメダメだった、ショックじゃん。でも今度怖くて、ニーグリップしないと曲がれなくなってくると思うよ。ほら、ギュッ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 ってリアでリアで、うんうん、リア舐めていいからね。うんうん、いや本当申し訳ないね。うん、あんただってそんな遅くなかったよ。うん、あと130もあんのまだ。もう129。うん、俺も痛くなった。いつもより。あ、でも緑が濃くなってきた、降りてきたら。そう、そうだね。全然違うな。全然俺景色見てなかった。そうだね。うん。ねえ、あそこ冬だったね。ここはもう春だね。あそこ聞いたね。あ、そうだね。もうそんなか。うん、あ、もうちょいだね。いや。入りに行く。うん、すぐ。はい、入んない、入んない。あ、入る。入る。うんうん。ここだって景色別に、ね、歩いて行かなくていいでしょ。うん。うん。ほら、ギューってなってんのに、ほらほら。あとね、開いてるとリアブレーキ怖くて使えない。あ、そうでしょう。滑る気がしちゃうんだよね。あのね、前後のタイヤがちゃんと圧迫してないから、うん、トラクションかかってないから、うん、ブレーキなんてかけられない。うん、そうなんですよ。まだ600あるわ、標高。うん、うんうんうん。あ、ここはあれか、駐車場。でもここは止めなくていいでしょう。うん、この間のとこでもう橋が見えんじゃないかな。うん、見えた見えた見えた。メガネ橋。なんか昔来てるはずなんだけど、なんでこう意識というか。あ、どっちがいい？どっち？いや、この下斜めってんな。うん、ちょっと。なんかそこだよね。いや、そこもう先先。うんうん。右の。あ、そう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 。ここでいいんだよね。そこがいいんですよ。
その車の、うん、後ろあたりに乗ったと思って、うん、あ、ここは大丈夫、止められる、よいしょ、滑らない、おー、けけけけ、ちょっと待って、足がつかねえぞ怖いでしょ、ねえ、こういう時入る時はつかないと怖いよね怖いんだよよっしゃ、降りた降りた、あのね、左コーナーで2グリップしないと、うん、ハンドルはふらつくし、リアブレーキ使えないし、うん、ダメだよお前危ないって。もうどうだ、これは右だ、クランクだね、左右のクランクだね、これってなってるな、前から車来た、こっち来ない、こっち来ない、じゃあそれ左左、じゃあこれ左、うん、これ左で鋭角に曲がってください、よいしょよいしょ、はいはいどこかそこら辺このまんまで、また右行くよ、右、はいはい、右曲がりますよ止まれよ右、はい、住宅地ではないですか、なこの間 ここのメンタルバーグ、キクメンさんと一緒に来た時はこんな道走んなかったんだけど、来たの一回来た右ね、右右、はい、右、先生は右って言ってる、うんうん、でそこ左、まだまだそこじゃないな、そこじゃない、そこじゃない、本当だよこれ、なんでこんな大回りさせる、うん、そこだろ、面白い先生これはこれは、これまっすぐまっすぐまっすぐ、道なり道なり道なり、痛い痛い、めったいこといた今日は二度上げ峠から、見る浅間山ツーリングでした。で、帰りに、旧薄い峠から、メガネ橋を通って、明太パーク、そして、こんにゃくパークを巡って帰ってまいりました。300今で80キロ、やっぱりあっちまで行くとそれなりに距離が出ますけども、まあ、もう高速が結構多いんでね、まあ、そんなに疲れてはいないんですけど、まあ、とにかくね、今回また左コーナーの左カーブの、ちょっと自分のねダメなところがまた一つ見つかりまして、まあ、今回はかなりねそういう意味では収穫があったなという感じですね。SSTR に向けて、まあ、ちょっと今日どのぐらいその距離的にね、疲れ度合いどうかなと思ったんですけど、まあこの倍ぐらい走るからね SSTR は、まあ、頑張っていこうと思います。はい、それではまた、さようなら。